さてと、あとは時間が来るまで各自自由行動にしません？そうですね。それぞれまだやり残してることはあるでしょうし。せやな。ああ、そうだな。この店自由に使って構わないってママから伝言です。毛布も用意してもらったんで、休みたい時にでも使ってください。そんなとこですかね。準備が済んだら合流しよう。いいですか？わかった。じゃあ、明日の夕方、行動開始で。